ません。さて次は場所を変えまして栄での聞き込みです。こちらではちょうどドイツやオーストリアで伝統的に行われているクリスマスマーケットのイベントが開催中で、美味しそう。ドイツだ。会場で日本に住んで長いというドイツ人のご家族を発見し、過ごし方を聞いてみることに。どういうふうにしてドイツだと過ごすんですか？みんなはクリスマスマーケットに行って、友達と一緒にブルーワインとかエグノックは飲みます。ブルーワイン。ブルーワイン。グリーンワイン。ワインです。あっ、はい、温めたワイン。そうですね。へえ。会場でもそのグリューワインが売っていました。湯気が出ていて美味しそうですよね。あ、美味しい。もう本物ですよ。本当の昔の味で。大体ブルーベリーワインで、あと香辛料とか入れてますので、この匂いがあるとやっぱりクリスマスとか。ああ、そうだね。冬で。なるほど。缶酒みたいなもんだね。ちなみにドイツではクリスマスシーズンに2500ものクリスマスマーケットが各都市に登場して、おとぎの国のような雰囲気の中で家族や友人と食事を楽しむんだそうです。ポーストポーストポーストメインがこのシュトレンクリスマスケーキ。妻は毎年にクリスマスクッキーは作ります。いろんな種類。日本のお正月が家族でゆっくり過ごしますので、それがドイツのクリスマス気分と同じです。あ、なるほどね。クリスマス前のお仕事が終わりまして、で日本の正月のように家族で穏やかに過ごすのがドイツのクリスマスなんです。さらにちょっと行ってみる。これかわいい。何があったんですか？あ、はい、メリーゴーランド。ドイツのクリスマスマーケットではこのように小さな移動型メリーゴーランドが子どもたちのお楽しみの一つです。冷たい空気がすごく流れてるんですけど、なんかちょっとその冷たさ、寒さすらもちょっとおしゃれな感じにアレンジしてるのがドイツ流なのかもしれないですね。なんかいいねしかしドイツのクリスマス、実は楽しいばかりではなかったんです。この黒いサンタさんは悪いことをやったら袋に子供が入れて持って行きます。持って帰りますちょっと怖いですねこの1週間前に子供はすごい緊張します。すごい怖い緊張。実はドイツには赤いサンタ以外に恐ろしい黒いサンタがいるという伝説がありまして、こうしてホラー映画のテーマにもなるホラーなんですか？I'm sorry. その黒いサンタ、赤いサンタの後ろにこっそりとついてきて、部屋を片付けなかったりする悪い子には動物の内臓を置いていくとのこと。さらに悪い子は袋に入れて連れ去ってしまうと言われているんです。ご飯もあまりないし、あ、なんか大丈夫？ちょっと黒いサンタさんの話してたらなんかだんだんとちょっと顔が見えなくなってきちゃったけど、お子さんも怖がらせてしまいました。